い、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理、日本の商業サービス業についてお送りします。で、前回は日本の工業やって、それは農業、まあ農林水産業ねやったんで、今回ね商業サービス業をまあピックアップすると。で、全部で穴埋めが10問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番の方から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずですね、まあ、商業サービス業の話入る前に、まあ、産業全体ですね。産業っていうのは、実は3つに分けることができます。で、先に言ってしまうと、それが第一次産業、第二次産業、第三次産業、この3つに分かれる。でね、たまにですけど、その中間期末とかの定期テストでね、先生が第一次産業に入るものを2つ書きなさいとか、そういうのを出す先生もいます。なんでその度ちょっと穴埋めやっていきます。まず第一次産業ってどんなものか、それが括弧の中、土地とか海なんかのね、自然に直接働きかけて動植物、つまり動物とか植物を得る産業です。これが第一次産業。で、具体的に何があるかっていうと、これね、まあ一応3つあるんですよ。で、今回まあ2つだけ書きますけど、まずは農業です。農業ね。で、もう1個は今回ね、俺が書くのは漁業にします。で、もう1個は林業。林の業ね。林業でももちろん OK です。ちょっとね、穴の板書の関係で今回2つにしてありますけど、まあ、農業、漁業、林業が第一次産業と覚えてください。で、次第二次産業いきます。で、第二次産業って何かっていうと、自然から得られた。さっきは得るんだよ。得る産業。それが農業、漁業で第一次産業でしょ。で、二次は自然から得られたもの。それを材料として加工する産業です。加工する方で、これもですね結構あるんですが、まあ、今回取り上げるのは、あ、ちょっと間違えちゃった。まず漢字がね、失礼しました。建設業です。つまり木を取るじゃないですか、林業として。それが第一産業ね。その得た木で家とかを建てるのが建設業だから、自然から得た材料、木を材料として加工して家を建ててるでしょ。だから建設業、これは第二次に入ります。で、あとは製造業、まあ、これも材料を使って何か作るからね、この辺が入ります。で、おそらくみんなが使ってる教科書とかには、あとは工業とかも書いてあるかな。工ってはね、鉄工の工の方ね。ちょっとごめんね、工業、まあ、その辺も入る。まずこの二つでいいかなと思います。俺はね。で、あと、第三次産業。これが一番多いです。で、第三次産業っていうのは、物の生産に直接関わらない産業です。生産しないんです。いい？で、どんなものがあるか。で、今回これ、ほんといっぱいあります。で、口でも言うからね。ただ、俺が二つ取り上げるのは、まず教育です。これ、物生産してないよね。明らかに。家を建てるとかそういうのないでしょ？教育。あとは医療、これも第三次産業に入ります。医療ね。一応教科書に書いてるやつ抜粋して言いますけど、あとは電気とかガス、水道業、その辺もそうです。あと不動産業もそうだし、あとね、福祉、娯楽業、サービス業、いっぱいあります。で、これもおそらくみんなの教科書載ってると思うので、それもチェックしてもらって、あとはみんなが教わった先生ね、実際受けてる授業で先生がね、やったら押してくる、覚えとけよみたいな、その場合はそれをしっかり覚えてください。先生が取り上げたものをね。俺はこれを取り上げてますけど、いい学校定期テストの時は先生に合わせた方がいいと思います。で、これに分類される3つね。で、近年、まあ、最近の産業別、つまりこれ第1次第2次3で、噛んだ、第3次の国内総生産を見ると、ホニャララ産業が増加している反面、ホニャララ産業は減少傾向にあります。で、まあ、このね、生産の売り上げというか、まあ、金額がね、伸びてるものは、これやっぱり第三次です。まあ、バリエーションが多いっていうのもありますけど、まあ、必要にね、なられてるのは第三次が一気に伸びている。すごい伸びてます、これ。で、ちょっと減少傾向にあるのは第二次です。
で、第1次は横ばいです。じゃ第1次が一番少ないからね。第2次が次で第3次が一番あります。売り上げというか、金額総生産がね。で、まあ、その要因、まあ、原因だね。一つとして、都市型の生活スタイル。いい？政府のそういう生活スタイルの普及があって、まあ、変わったからね、昔と比べると。で、この生活スタイルの普及によって、外食産業。これもみんな外で外食、家族で食べ行ったり、友達と食べ行ったりするでしょ？マックとかさ、いろいろそのファミレスとかでもそうですけど。それとかカルチャーセンター、あと宅急便。いろんな、今何々業が成長してるんです。で、こういうの全体含めて何業っていうか、これを大きくね、含んでサービス業って言います。これがものすごい成長してる。今の日本って。いろんなものがあるからね、サービス業。で、また、これちょっと話変わるよ。ホニャララ革命って呼ばれる情報通信技術の発達が起こりました。でも先行きましょう。聞いたことあるかもしんない。IT 革命って言います。で、これがね、起こって、情報通信技術、つまりインターネットとか、まあ、スマホとかもそうです、あの辺の。そういうのが発達したことによって、情報サービス業が重要な産業になってます。で、この情報サービス業っていうのは、例えばパソコンのソフトウェア、ソフトとかもそうだね。とかインターネット、ウェブ検索、いろいろあります。まあ、そういうのに関わってるものが全部。今もう欠かせないでしょ。インターネットの検索なんて。で、それ検索してもらわなきゃ俺の動画も見れないですしね。なってるし、あとアニメーションとかゲームソフトなんかの情報コンテンツ産業と言います。そういうのも新しい都市の産業として注目されている。こういうね、アニメーション。ゲームソフトっていう情報コンテンツのね、この産業っていうのは、すごいね、都市に集まってるんです。発展してる都市に。だから、都市の産業として注目されてると。いいかな？こういう傾向にあります。では、今回は社会の地理、日本の商業、サービス業についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はですね、今度グローバル化。の話をやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。